はい、では準備もできたんでガーデンスケープやっていきたいと思います。今日もまたライフがある限りとなります。それではログインしますね。さあ始めました。まずは確認です。お手伝いしてみましょう。でリクエスト送ってライフが5個と、1個だから計6個ですね。で1日のお楽しみこれです。昨日お話したのがこの大当たりってやつです。これが出るともう無条件で2時間だったかな。うん、ずーっとライフが無限にあります。やっぱりダメでしたね。まあ、昨日も話したんですけど1年で3回ぐらいしか出てないんでですね。それでは行きたいと思います。4417からですね。はい、今日はクリアできるかな。あーそうだそうだ、これ難しい、これだこれだね。もうこれしかないんだよね、方法が。んで、これはここをした方がいいかな。で、早くここのこちらも当てて、あと8しかない。8しかないでしょうね。いやーこれ右側に行けないですね。うん、これはもうダメですね多分。ダメですね。終わらせましょう。ああ、これ隠れてるんだ。次行きましょう。もう出だしはこれしかないってことですよね。ということは、1日近づけた方がいいってことだね。あら。いや、どっちだろう。いや、こっちかな。んで。うわー、これも厳しいですね。非常に厳しいです。今日もですね、最後のライフにもつれ込んだらその時使えるできるこのね、最大パワーでいってみたいと思います。これしかないですもんね。
方でしょ？しかないんですよね。この後、おお、潰してくれた。これ大きいですね。真ん中あたりに戻してきて、確かここに隠れてたんで、作りたいんですが、これは作っとくべきでしょう。で、どうだろう。これ左上、消せればいいんですけど、は、可能性はある。緑ですよね、これは明らかに。いける。あー、ダメだった。ダメですね。惜しかったですね。でも、なんか方向、やり方は間違ってないような気がするんですが、今回も厳しいですね、これ。これ出ると大抵ダメなんですよね。あれ？今度下にありますね。これなんか、歌の方がよかった。失敗しました。やってしまったな、これ。やらかしてしまいました。もう緑を打つしかないのかな。ですよね。爆弾よりはもう緑。あ、でも爆弾1個使わなきゃいけないんで、どうせここだ。仕方なしです。これ5個目ですね、多分これ最後でしょう。で、あと1個もらえるので、ラストでしょ。で、ここに1個あるので、これもらった時に、その時のフルパワーでいってみます。なんだこれ。いや、下ですね。多分ですが、行ってみますか。
これはやるしかないでしょう。赤。上、潰れてくれ。ああ、潰れない上が。いやー、ちょっと待ってよ。待ってくださいよ。三つ落とすと、これ、得てでしょうね。ですよね。よし。クリアしましたね。よかったです、よかったです。次行きましょう。次は4418になります。いや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 、これどうなんでしょうか。14でしょう。これ早めに仕掛けないといけないんですけど、多分ですよね。で、もう行きましょう。当たった。ね、いやこれは参りましたよ。これ難しいですね。いやー、次のためにちょっと右の盾してもどうなんでしょう。いけるのかな。潰せるとしたら赤しかないんです。うわ、これやってみますか。無理だ。無理ですね。やっぱそうなんですね。これ一番左をやっぱりこう潰していかないとダメみたいですね。あ、終わっちゃいました。で、ラストなのでその時のフルパワーでいきたいと思います。今持てるフルパワーで、さあ、もうこのまま終わってしまうのか。うわ、上だ。それは許してほしいですね。これ一番嫌なところにこうなりますよね。
当然こうなる。当然こうなる。これね、青色しても意味ないような気するんで、次の一手で最善はこれだと思うんですね。だと思ったんですけど、これまたきついですね。これはでもですね、これどうなんだろう。よいしょか。あー、これチャンスですね。チャンスなんだけど、これはここで打った方がいいのかな。ですね、このまんま。これね、レインボーが出ないと無理ですね、多分。いかに。うわ、遠い。これは、これ。いけるわ。うわぁ、これ、どう、望み託しますか。ちょっと足りないですね、これ。どうなんでしょう。うわ、出た。残念です、これは。あと一手打てれば、クリアできてたかもしれません。はい。今日はこれでまた終了したいと思います。また、ライフが溜まったら始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日は遊びに来てくださってありがとうございました。またぜひよかったら遊びに来てください。あとよかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。失礼します。